河北分離工作とは、日本が北四五省で行った一連の政治的工作の総称である。中国側の故障は、河北事変で中華民国次第時点によれば、1935年5月以降の日本軍による一連の河北自治運動から、総鉄源をトップとする、鬼殺政務委員会の設置までの期間が該当し、満州事変、上海事変、 六コ橋事変と並ぶ事変として認識されている。北市一帯を国民政府の影響下から切り離し、日本の支配下、影響下に置くための工作であった。タンクル協定の停戦ラインでは、1934年冬から1935年1月にかけて、中華民国国軍と日本軍の小規模な衝突がたびたび発生しており、日本軍は北市から 抗日勢力を一掃する必要があると認識していた。1934年12月7日、日本の陸海外参照関係課長官で大使政策に関する件が決定され、その中で北市に国民政府の支配力が及ばないようにすることや、北市における日本の経済権益の伸長 および親日的な外来政権の樹立、配日感情の抑制などが目標に掲げられた。また、1935年1月初旬に関東軍が開催した大使号長方関係者会堂でも同様の方針が唱えられた。1935年1月、小解析は外交評論に日本人は我々を敵とすることはできず、一方、 中国人も日本人と手を携えなければならないとし、大日本帝国に対して、領土侵略でなく経済提携などを図るべきと論じ、対日関係打開を探った。1月22日に、広田外相が不侵略を表明したことに対して、省会席は1月29日以降、日本政府要人と会談し、王朝、恵国際司法裁判所判事も訪日し、岡田首相らと会談し、 双方とも平和的処理を了承した。1935年3月1日、中国国民党宣言部長は、廃日行動を停止すべしと表明した。関東軍は1935年3月30日の大政策で、北品政権を絶対復従に導くと確認した。土井原健次らは5月2日に起きた、天津の新日新聞社長暗殺事件を受け、 国民党政府機関の閉鎖、河北省からの中国軍撤退、排日の禁止などを要求し、6月10日の梅津、何を禁協定を締結した。河北分離工作は、土井原賢次らが主導した。また、6月5日に、関東軍特務機関員が、総鉄源の国民党29軍に拘留されたことに対して、6月27日、大日本帝国と、 中華民国は、土井原、旗特潤協定を結び、これによって、国民党機関の撤退を要求し、チャハル城を大日本帝国の勢力下に置いた。1935年10月4日、広田外相は、中国の排日言動の取り締まり、欧米依存からの脱却、満州国の事実上黙認、石化勢力排除への協力の参加上、広田三原則を、 小解石政府に伝えた。11月20日の南京会談では、小解石はこの3原則に同意するが、河北で問題が起これば交渉できないと答えた11月3日に中国が平成改革を実行すると、日本軍は北市における国民政府の経済的支配力強化を恐れて、河北省、チャハル省に親日的な傀儡政権を樹立しようとしたが、 国民政府の激しい抵抗にあい、また諸軍罰も日本軍の誘いに応じなかったため、当座の措置として、探空協定による非武装地域を管轄する区靴政権として、紀藤防強自治委員会を11月25日に樹立した。これに対し、日本軍の圧力をかわすため、小介石は1935年12月18日に、総鉄源を委員長とする。 新日政権を装った特別機関、気殺政務委員会を設立させた。関東軍の河北工作は、北東防強自治政府のみにとどまり、河北の自治運動工作は失敗した。1936年1月13日、日本は第一次北市処理要項を閣議決定したが、これは北市分離方針を国策として決定したものと言えた。 4月中旬には死が駐屯軍の増強を決定し、5月から6月に北平、天津、豊か大などに配置していった。これに対して国民政府は反対の意向を申し入れ、北平、天津などでは学生、市民による北市分離反対デモが起きる事態となった。中国人の抗日意識は大きく高まり、新たに日本軍が駐屯することになった豊大付近では、 日中両軍による小競り合いがたびたび起こり、また中国各地で日本人襲撃事件が多発するようになった。日本は8月11日には第二次北歯処理要項を制定。北歯五章に冒険新日万地帯設定を起としたが、11月の水援事件において中国軍が日本軍に勝利したことによって中国人の抗日意識はさらに大きなものとなり、 さらに12月には、西安事件が起こった。日本ではこれを受け、1937年4月16日の第三次北市処理要項において、下北分離工作の放棄も検討されたが、確固とした政策とはならず、露光橋事件を契機に、日中戦争に突入していくこととなった。1932年3月に成立した小海石と王朝明による、 国民党のトロイカ体制は、当初、反共と抗日を同列に置き、方針に、王朝名の提唱した八字方針と呼ばれる、一面抵抗、一面交渉を定めて、満州事変後、第一次上海事変停戦協定、タンクル協定、梅津、何黄金協定、土井原、旗特巡協定等で、対日情報を重ねてきたが、次第に一連の政策への不満が募り、 王が1935年11月に狙撃され、怪我を負うと、療養のために離脱した。1935年の国民党第5回全国代表大会の段階では、小解析は未だ最後の関東がまだ来ないなら、犠牲を口に出すべきではない。国家主権の侵害を限度として、それまでは、誘法と政治的調停に努め、和平に、 最大の努力を払うべきである。として、外交的解決の窓口を閉じてはいなかった。しかし、1936年12月12日には、小解析が部下の長学僚によって拘束される、西安事件が発生すると、コミンテルーンが仲介となり、反響から公日への明確な転換と、中華民国と皇軍の間で国境合作が結ばれる。 1937年7月7日に、露光橋事件が発生すると、トラウトマン工作など和平努力を続けながらも、徹底抗戦を展開していくことになる。ありがとうございます。